どうも皆さんこんにちは、簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、今回は久々のお知らせ動画、これです。男性人ガズレレ、いよいよ今週末ですよ。皆さんウクレレ持って代々木公園に集まってください。代々木公園で、アースガーデンというね、もう死に、もうすごくいいエコロジー&オーガニックなイベントが毎年開催されてるんです。そのステージで、40分ぐらい、30分ガズレレの時間があって、そこではみんなステージに登って、まあ、下に行ってもいいんですけど、もうどこでもいいからみんなで、テーマ曲5曲をめちゃくちゃでかい声で熱唱しようっていう、今年で3回目の企画です。入場無料、事前参加申請必要なし。自宅でみんな練習してきて、当日集まってうわーっとやろう。しかも事前練習はありですよ。11時半に会場、ステージ向かって右側のエリアのところに集合して、ちょっと練習して、12時半にみんなでバーッと集まって本番やります。はい、そこにいる人たちをみんなに巻き込んで、まあ、一つの音楽を奏でましょうっていう、そういうテーマですから、皆さん、全国からお待ち、いや、全世界かな、お待ちしております。そのことについての詳細、全部ここにまとまってますからね、ここでよく熟読してきてくださいよ。曲も練習しといてね、人によってはカンペも用意しといてくださいね。よろしくお願いします。待ってます。で、あと7月は、久々の関西行きますから、奈良です。行くで、ほんま、頼んますよ、ほんまね、もう本当に、の、よくわかんないですけどね、関西、待っててくださいね。7月14日奈良に行きますからね。よろしくお願いします。その後もどんどん続いていきますが、またその都度お知らせをしていきます。とりあえず今週はやっぱりね、千人ガズレレ、いよいよ来ましたからね。皆さん、楽しみだな。会おうね。代々木公園で待ってますよ。よろしくお願いします。お会いしましょう。7月6日、千人ガズレレでお会いしましょう。バイバイ。チャオ。